ですね、その子のってこと、特性をですよね。さあ続いてパリーグですけれども、はい、オリックスが、大学生投手です、曽谷投手。曽谷はね、もう使えるよそれ前からも言ってましたね。使えるこの子、この子は俺ローテーションに入れていいと思う。いや、あのね、ゆっくりしたフォームからあれだけの速いボールが投げられて、はい、やっぱ三振も取れると思うよ、うん、だから俺は最初からあんまりいじらないで、うん、自由にちょっとさせて見ときたいなっていう、はい、であんまりね、悪いところが見えないと思うんだよ、このピッチャーは。結構完成形、もう完璧に近い、完璧っていうか、はい、人にないものを持ってるから、そこを崩したくないから、はい、あんまり教えたくないというか、うん、もうとにかくね、ゆっくりした、もう本当ここで投げるんだよ、ペッて、うん、だからバッターとしたらフォームが遅いから、そこから速いボールをタイミング合わないんだよ。あーって力感があって、うん、バーンと来て、そのフォームに対してのこう違和感のないボールが来るとタイミングが合うんだけど、はい、なかなか合いにくいと思う最初は。だからそのやりながら欠点が見つかってくると思う。欠点も、まあ、もちろんあると思うから、うん、だからそこでちょっとした修正をしてあげると、ただここだけは直してほしくない。変えずにいった方がいいですね。変えずに、うん、素質ですね、もう。いや、才能だよ。ですね。いや、だから楽しみでしょう。オリックスといい投手陣がいっぱいいるので、その中に一緒に入って、ね、できるっていうのは。これがね、うん、まずね、オリックスの投手陣って力感がみんなあるんだよ、はい、で力感があって力のあるボールが投げるんだけど、ちょっと異質なんだ、うん、力感がなくて速いボールが来るから、対戦するバッターとかはちょっと戸惑うよね最初はね、うん、いやだから例えば、ね、山本投手であったり宮城投手であったり山岡投手、田島投手、その中に一緒に入ってこれそうなぐらいに素質があるっていうところなんですね。でソフトバンクはもう公言してました、イヒネ選手、内野手取りました、うん、高校生です。まだひょろ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 してるよね、体がねまあ体を作った方がいいよ最初はね、あ、はい、うん、怪我をしない体、うん、だからじっくりじっくりって言ってもそんなに俺は時間がかかる子じゃないと思うんだけど、はい、まあ1年かけて体を作りながら、はい、その技術面を習得してたら20歳ぐらいで出てくると思う。2年後とかですよね、うん、大体。体っていうのはすごく大事で、細いからどうのこうのじゃなくて、やっぱ怪我をしない体をやっぱこう作ってあげた方がいいよね、はい、だからまあ線が細いし厚みもないし、うん、まだね、そういう意味では焦らない方がいいよね、うん、やっぱ身体能力はすごいやっぱり長けてるというか、まあそうだね、うん、だからまあそこら辺は身体能力だけでできる世界でもないし、うん、やっぱり1年間という長いスパンを持たせなきゃいけないわけだから、うん、その体をしっかり1年かけて作らして、まあ、2年目ぐらいからチャンスがあるんだったらちょっとチャンスを与えながらみたいなね、うん、まあ、そういう形でいいと思うよ、うん、でソフトバンク今その内野手の入れ替わり時期であったりとかするので、うん、まあ、今宮がやっぱ体的にしんどくなってきてるしね、ショートとしてはね、うん、はい、で今年なんかよくやってくれたけども、だけどまあそろそろちっちゃい体でやってるんだったら、まあどっかセカンドかなんかにコンバートだとか、はい、まあそういうことも考えなきゃいけないし、だからそういう意味ではいい選手を取ってるよね。そうですね。だからそのためには焦らないで、はい、最初からポンと出たらずっとレギュラーでいけるぐらいの体も作ってほしいしね、はい、うん、まずは体作り。そうだね、だからまあ俺はだったら焦らないな、うん、分かりました。さあそして西武は、早稲田大学から外野手の平野選手を取りました、はい、まあこの選手はやっぱもう試すためにって言ったら変だけど、使うために取った選手だよね、はい、で外野手そうだな、まあ一番打たすかもわからないしね、レフトか、はい、ライトかっていうようなところじゃない。外崎選手残留、うん、しましたけど、この外崎選手、まあ、1番だったり、代わって平間選手が1番だったりとか、まあ、外崎も率が悪いんでね、はい、まあ、そんなに1番タイプでもないけど、うん、まあ、今年の場合だったら、はい、外崎が1番に入った時の打線の流れだとか、うん、まあ、勝率っていうのは良かったんだよね、はい、だけど、まあ、より以上の、まあ、秋山っていう1番バッターがいる時と比べると、はい、やっぱり1番っていう適性を持った選手がいないよね、はい、だまあ昼間なんかは、はい、まあ、三振がちょっと目立つんだけどね、うん、だけどもやっぱり一番とするとあの体でも足使えるし、はい、うん、まあいいのかなっていうふうに思うよね、うん、うん、
だからライオンズの1番ってやっぱりちょっとスター性があったりとか、うん、ライオンズのなんかこうちょっと顔的なスピードスターみたいな感じのイメージがまあ昔はあったけどね、はい、まあ、ここ最近はないけどさ、はい、まあ、だけどやっぱそういうのを求めてるんだったら、うんうん、やっぱりクリーンアップはあそこはいるからね。もうそうですね。まあでも一人抜けたかもしれないです、まあ、なんて言うんだろう、うん、やっぱちょっと年を取ってきてるしね、はい、だからそういう意味では昼間が頑張らないと、うん、っていうようなあ、まあ、扱いでいるよね、うんうん、だからそのためにもう即戦力っていうふうに取ってると思うし、はい、まあ、使って伸ばしていくというかね、うんうん、そういうことだと思う昼間選手は、はい、さあそして楽天ですけれども立教大学から、はい、庄司投手です。投手、うん、ここはどう見ますか。俺は中継ぎだな。先発ではなくて中継ぎ、うん、まあ、セットアッパーぐらい、ボールに力があるもん、で投げっぷりがいいし、はい、力的には今年のドラフトの中ではナンバーワンかもからね。ああ、そうなんですね。ボールの角度だとか、はい、うん、ただそのフォアボールとかね、まあ、いろいろ考えると、うん、ちょっと怖い面もあるけども、先発であの投げ方で長いイニングっていうのはなかなか持たないかなっていうような、で球種もそんなに、まあ、分かんないけど、はい、多くなさそうだしね、うん、だからそういう意味では中継ぎからスタートかなっていうような感じがするよね、うんうん、ただやっぱりこの投手も即戦力だ、はい、なんか楽天っていうとやっぱりピッチャーがちょっとベテランというかあの年齢が上がってきてるので、まあ、まあそうだね、うん、だから中継ぎスタートで、はい、まだ来年まではそういうベテランたちっていうのは使えると思うんだよね、うん、中継ぎを経験させながら、はい、まあ、先発に将来的には持っていきたいっていうふうに思ってるのかなっていうふうに思うけど、うん、俺だったらそうするね。で中継ぎをやらせながらやっぱ球種を覚えさせるというかね、うん、使える球種を増やしていくというかね、まあ、そういうふうなやり方をするよね、はい、ロッテが専修大学から菊池投手です。まあそうだな、はい、これはねゲームで使えると思うよ。あ、この投手もこのピッチャーは2つ競合したんだよね。はい、そうですね、楽天とロッテが、はい、で庄司が楽天に入り、はい、まあ、菊池を外れ1位としたんだけども、うん、タイプが全く違うんだよね、うん、で剛球派となんだゲームをしっかり組み立てていこうとする菊池、はい、だからやっぱ先発向きなんだよね菊池投手は、うん、だからタイプ的に言えば、まあ、ロッテの中で言うと小島みたいな、まあ、変化球を駆使しながら組み立てでやっていくというような、はい、そんな感じのなんかこう完成品みたいな感じなの、はい、うん、だからなんていうの1枚ローテーションに加わったみたいな、うん、そんな感じの投手だよね、うん、だからその庄司投手とは全くちょっと逆の投手っていうことになりますよね。ただそのやっぱピッチャー監督になったでしょ、吉井、はいはい、うまく育てそうな感じがするし、はい、まあ、俺だったら、まあ、例えばもうオープン戦の時からチャンスを与えて、うん、まあ、投げさせていくよね、うん、じゃあもしかして早めに見られるかもしれない。いや、早めに見られると思うし、うん、だから松川と組ますのか、うん、他のキャッチャーと組ますのか、うん、まあ、ここら辺もね、はい、見物だけど、はい、うん、だから、まあ、このピッチャーは重宝できるピッチャー。ああ、いいですね、うん、だから中に入ってもいいし、うん、まあ、ロッテもその中継ぎに左がちょっと少ないんだよね、いないというか少ないというか、だからそういう意味では先発がちゃんと6枚揃うんだったら最初中に入れて経験さすかもわからないし、でも先発でもいける器用なタイプだよね。で最後日本ハムが日体大から矢沢投手です。これは、はい、やっぱ俺だったら二刀流やらすな。ああ、言ってました。いや、この選手は二刀流やらすで日本ハムですし新庄監督ですし、あ、四刀流とか言ってたからね新庄監督はすごいですね。まあまあでもそのぐらい能力を持ってるね。これ どう育ててやっぱり二刀流でいこうっていうふうに球団としては思ってるんですかね。まあ、最初はその本人確認をして、はい、多分彼も二刀流を望んでると思う、うん、でピッチャーも三振取れるしね、はい、うん、だからこれ肩どうなのか分かんないけどさ、うん、まあ、例えばそのライトとか外野守らせておいて、はい、それでスターティングメンバーにあれして、うん、ワンポイントツーポイントいるときに矢沢呼んで言ってましたっていうような可能性もあるんだけど、はい、肩どうやって作るんだろうとか、そうですよね、うん、で肩壊れないかとか、はい、なんか丈夫そうだけどねバネがあって、う
でも足も速いしさ、魅力あるんだよ。いや、そうですね。だから一つだけじゃなくて、何本もできそうな。そうそうそう。だからこの選手はやっぱ実際見ないと分かんないし、はい、どこまでスタミナがあるかっていうのも分からないしね、はい、だから先発で使って大谷みたいな使い方をした二刀流の方がいいのか、うん、それともずっと野手で野手メインで行ってて、ここって言った時に、うん、いや来いみたいな、外野から走ってきてパンパンと抑えてまた戻るみたいな、はい、がいいのか、はい、ちょっとわからないよね。まだこれは見てみないと、いや、これは見てみないとわからないけど、そうですよね、うん、そういった場合だとしてもどっち先デビューになるんですかね。やっぱ外野手デビューが先なのか。いや、それは野手じゃないの。あ、そっち先にデビューになる。やっぱ開幕投手はカットって決まってるから。あ、そうですね、もうだからその時に使うかもわからないしね、代打かなんか、ね、もう、あ、そう、まあ先発で使うかもわからない。お、外野で使うかもわからないし、だからまあ野手の方が先だというふうには思うけど、はい、でも二刀流はぜひやってほしいなって、うん、まあ俺だったらやらせるね、最初はスタートで。あ、二刀流、うん、まだ22歳でしょ。そうですね、うん、まあ3年間ぐらいやらして、はい、3年間を見ながら決断をする、うん、このままいけるんだったらいっちゃえみたいな、はい、いやこれバッターだよ、いやこれピッチャーだよっていう、うん、どっちかが偏って出てくると、まあ、そっちの方に行けばいいしね、はい、専属に、うん、だから、まあ、そういう育て方をするかな。お、まあ、今ね12チームの全部のドラフトの選手と、はい、こうどういう風な育て方だったりとか、うんうん、デビューの仕方っていう話をしましたけれども、はい、なんか今年はもう即だったり実践向きだっていう選手の方が多いですね。まあ、そう考えないとねまあドラフト1位だし、はい、まあ、それの素質はあるし、はい、うん、あとはプロの水に慣れて、はい、環境に慣れて、うん、いろんなことがあるだろうけども、最初から一軍を目指してほしいしね、はい、まあ、高校生の場合は焦ることはないけども、うん、でも1日でも早いデビューの方がいいわけだから、うん、まあ、頑張ってほしいと思います。そうですね、あとは春のキャンプを楽しみに待ちたいと思います。まあ、そうだね、はい、はい。